しながら行きます。で、まず結論から申しますと、うん、猫ちゃんで最近聞いてんだけど、家の中の猫ちゃんで、うん、FIC 特発性膀胱炎、うん、で、少し私もお家ってトイレ何個あります？3個です。あ、違う、4個。4つもあります？はい。あ、そうなんだ。で、1個のトイレってどれぐらいの大きさがあるんですか？長さは、なんかこういう丸いドーム状ので。あ、ドーム状、はいはい。一番大きい、上が大きいのやつで、うん、2個が細長い、このくらいのタイプなので、うん、もう1個はほとんど使ってないんですけど、円形のちっちゃい。ちっちゃいですね。で、もしかしてどれで一番よくします？おしっこ一番こう長いやつ、細長いやつ、細長いやつ3番目に。あのね、こういうふうに起こすと、要はね、まあ、じゃあ結果をお話ししてからまたこの話しますね。うん、まず、尿検査からいこうかな。うん、尿。で、尿はですね、まあ、しました。点滴して、ちょっとほんのちょっと利尿剤打ったら、その後、小1時間したら結構大量に出ました。あ、本当ですか？はい。で、その尿の、まず色ね。は黄色でした。赤くなかったからまだ。で、調べてみると比重が 1.038、 まあ正常範囲です。それから pH 7.5、 気持ち高い7ぐらいがいいですね、pH としたらね。それからプロテイン、タンパク1プラスまでは正常だけど、これこのタンパクはそんなに正確じゃないですよ。紙で濡らして時間経って色の変化で見えたけど、からあと、まあ、出ちゃいけないようなあのビリルビンとかケトンとか、それからブドウ糖とか、まあこの辺出たら例えば糖尿病とかね、肝臓病とかね、脂質代謝異常とかあるけど、これは出てます。鮮血反応、これが少し出てました。鮮血反応ってことは、赤血球や白血球、血球が出てる場合にも出るし、赤血球が壊れててヘモグロビンが出てても出てきます。で、あと顕微鏡で見る尿沈査っていう顕微鏡所見があるんですけど、ここではね、これ鮮血反応が出てたから赤血球、白血球がたくさん出てるのかなと思ったんですけど、そんなに出てない。ほんのちょっとしか。白血球、まあホワイトブラッドセル、これレッドブラッドセルね、ほんのちょっとしか。で、細胞成分が時々ね、10から30個ぐらいの塊でドンドンって、これは異常です。うん、塊、まあ、10から30個の細胞の塊がたまにある。これはおかしいですね。それがあったってことですか？出ました。それから、あと結晶、これすごい気になってたんだけど、結晶出てるかなと思ったら寝てなかったです。ここで下押してくるとかね。それからあとは、細菌出てません。だから無菌性の膀胱炎なんです。だから特発性膀胱炎、これあの人間でいうと、まあ、間質性膀胱炎とも言うんだけど、あの精神的に膀胱になる人って見えるじゃないですか。そういうケースが猫ちゃんにもある子があるなって最近言われ出してきて、だけどこれからね、あんな細胞の塊がさ、もっと大きくなっちゃったらさ、最近細胞の塊が出るってどういうケースか。膀胱が炎症を起こしてるから。膀胱がこうあるじゃないですか。で、腫れて、こう粘膜が荒れてて、普通はね、こんなぐらいだと薄っぺらいもんなのがね、こんだけ厚くなってきて、ここから剥がれてくる細胞が、でそれが尿道で、その先で骨盤のところを過ぎてくるとすごく狭くなるから、こういうのが線維になってここで詰まっちゃうと、男の子の一番困ったやつで、あの尿閉っていうね、なっちゃうわけなんですよね。今のところそれまでは言ってないけど、これからこれになっちゃいます。これがグズグズしてると。ああ、早めに来てよかった。そういうこと。だから、で、おしっこも出てくれたから、別にカテーテル入れたりとかじゃなくて、自分で出てくれたから、かなり大量にしてくれたから。
で、そうなんです。結晶も最近もだから出てないんですよ。でも、結晶が出てるかなと思ったんですよ。出てる子結構いるからね。で、続いて血液。はい、じゃあ長くなる。